こんにちは。今回はですね、えー、調理師さんの歴史、第2回目の語呂合わせでございます。えー、今回ご紹介するのはこちらの語呂合わせです。四終山陰で平安に和んだです。えー、こちらの語呂合わせはですね、えー、四重、えー、始めから終わりまで、あるいはですね、いつもですね、え、山陰、山の陰にですね、隠れて、 平安に、えー、平和に安らかに、えー、和んだ、えー、気持ちを落ち着けて、えー、ゆっくりしたというようなイメージの語呂合わせになります。で、えー、今回はですね、えーと、平安時代なんですね。平安に和んだという、えー、語呂合わせの通りですね、平安時代のお話になります。平安時代にはですね、えー、始終 市場、市場流というですね、お料理の流派が流行りました。市場流というですね、えっと、流,流派の、えー、お料理。こちらをですね、流行らせたのが、えっと、お二人います。で山影、藤原の山影さんという方とですね、ナゴン、ナゴンさん、市場流、ナゴンさんという方になります。 藤原の山影さんという方と、史上中名言さんという方がですね、流行らせた、史、え、上、ー、流というお料理が平安時代にございました。ということで、今回は語らわせ、史重山影で平安に和んだの紹介でございました。こちらの動画は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。